アの孫です。今日もよろしくお願いします。さて今日はですね、久しぶりに、車内清掃してきました。掃除機をかけて軽く拭き上げただけなんですけども、それだけでもね、するかしないかっていうので、こう室内がきれいになるとドライブもやっぱり楽しくなりますし、車を大切にしようっていう気持ちにもなりますから、いいことかなっていう気がするんですよね。でどうしてもこう車が汚れていたりだとかっていう形になると、扱いが雑になる傾向が僕の中ではあるんですよね。できれいに洗車したりだとか、車内も掃除したりだとかっていう形ですると、綺麗にしていると大切にするっていうことがあるので、大切にしているから綺麗にするのか、綺麗だから大切にするのかっていうのはどちらが先かわからないんですけれども、やっぱり綺麗にしている方が大切に車を扱う、車に限らずそうですよね。家にしても物にしてもそうなんですけども、綺麗な方が大切に扱うのかなっていう気がするので、僕の中では身近で使っているものっていうのは割とこう綺麗にしておく方が気持ちがいいですし、大切にするのでいいのかなと思っています。だから車に関しては綺麗にしている方が大切にするんで、大切にしている方が車の運転っていうのも丁寧になると思うので、そうなってやっぱりこう事故をする確率っていうのも少なくなりますよね。いろんな意味でいいのかな、メリットが大きいのかなっていう気がするので、僕の中では車はなるべく綺麗にっていうのを心がけています。でこれは勝手な持論なんですけども、こう車が汚れている人っていうのは仕事も丁寧じゃないのかなっていうふうに思ってしまうことがあるので、営業者みたいなものはやっぱり綺麗にしている方の方が信頼できるかなという気がしますね。これは車好きあるあるなのかなという気がするんですけれども、こう営業者を見てパッて見て、綺麗にしているな、もう新しい古いじゃないですよ、綺麗にしているなとか、こう車内をちらっと覗いた時に、丁寧に扱っているなみたいな形になると、こう信頼できる人だなという気がしますし、もうやっぱりこう車外側は綺麗にしていても、中がこう書類でぐちゃぐちゃなんて営業者も時々見るんですよね。でそういった方の勉強会を受けると、やっぱりこう雑なことっていうのが多いので、やっぱりこう車の中が綺麗っていうのは一つの判断材料としてはありなのかなと思っています。なので僕自身もね、なるべく今回結構汚れてたんですけれども、車の中綺麗にしておこうと思いました。ということで和也の孫でした。ありがとうございます。失礼します。